それでは皆さん、お階段の世界、ゆっくりとお巡りください。山口さんすごいっすね。階段始まった瞬間にもう、はい、パッとこうスイッチが入って、どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り、皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ、このお階段巡り TikTok の方も始まりました。ぜひね、島田秀平のお階段巡り TikTok、チェックしていただきたいと思います。お願いいたします。さあ、今回素晴らしい方お越しくださいました。階段マルチアーティスト山口彩子さんです。お願いいたします。はい、山口彩子です。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。もう、ね、何度も共演させていただいてますが、はい、そうですね、階段やられて、はい、もう10年ぐらいになりますか。多分7、8年くらいは経つと思います。何本ぐらいもお持ちになるんですか。いや、でもまだまだ全然100本ちょっとぐらいしかないですよ。ね、可愛らしいお顔から想像もつかないようなね、本当にこう怖いお話。そして普段は若干天然な部分もありましてバレてますかね。そうですね、結構僕ら裏側はかなりこの山口さんに振り回されてるっていう部分があるんですけども。本当ですか。じゃあぜひちょっとその扉を開かないようにお気をつけください。さあ、山口さん YouTube チャンネルもねお持ちでして、はい、チャンネル名が、あやこわチャンネルと言います。ぜひ皆さん検索してみてください。ちょっと今扉が今若干開いちゃってましたけども。違うんですよ、なんか島田さんが煽ってくる感じが。煽ってるか。開け開けみたいな感じで。別に開けようとしてないです、僕そっちは怖いから。そして、皆さん YouTube チャンネルもありますけども、まあ、Twitter の方もねたくさん情報上がってます。チェックの方していただきたいと思います。で、こちらねお持ちいただいたんですが。そうなんです、ありがとうございます。はい、私のいびつなりというオーディオブック、音声で階段を聞く、オーディオブックが、まあ、全10巻発売されております。全10巻、そうですね、ネット検索とかしていただいてお購入いただけたら嬉しいです。ちょっと待ってください。どうしよう、なんか違いますか。いや、告知下手だなと思いましたけども。いや可愛らしくてよかったです。概要欄貼っておきますので。 ありがとうございます。皆さんこれ音声だけなので本当にこうお料理しながらとかね、その寝る前とかにね、もうぴったりですんで、ぜひぜひね、はい、チェックしていただきたいと思います。お願いします。そして5本、こちらすごいですね。こっちはですね、小説を書かせていただきまして。すごい多彩ですね。いえいえいえ、アンハッピーフライデー、闇にうごめく恋物語っていうやつで、いろんな恋の物語とか親子の愛情とかがちょっとホラーと融合してこうドロドロっていう感じでやっておりますので。作家活動もされてるっていうね。ありがたいことです。本当に来ました。そこ心配になっちゃうんで、ね、そこ書かれましたもんね、間違いなくね。間違いなく私が書きました。秘密の方もちゃんと山口さんがお話されてますもんね。それはどうですかね。そこ絶対にそういう会社じゃダメなんですよ。もちろんですって言っていただかないと。あ、もちろんです。ちょっと一回これ忘れて、はい、そこから切り替えてお願いいたします。はい、もう何年も前になってしまうんですけれども、私その学生時代の友達と一緒に会って久しぶりにいろいろ話をしてたんですね。でその中で同じ学校にY 君という男の子がいて、でその子と同じ学校の女の子と付き合っていたんです当時。でそれを思い出して、あ、そういえば2人ってどうなったのって聞いたら、その友達が、あ、結婚したよって言ったんですよ。あ、やっぱそうなんだねって言ったら、この友達が、あ、ごめん違う、Y 君が結婚したのって言ってきたんですよ。うん、で、どういうことって言ったら、実はその2人って卒業後割とすぐに別れたらしいんです。うん、で、その後 Y 君がある日こう道を歩いてたんですね。したら後ろからポンポンって肩を叩かれて、で、って振り返ったら、これ定期落としましたよ
って言って、まあ、20代くらいのすごい綺麗な女性が立ってたんですって。その人と結婚した。なんかドラマみたいな展開ですね。本当ドラマみたいな話だなって思ったんですけど、実はこれ仕掛け人がいたんですよ。仕掛け人、うん、っていうのも、まあ、Y 君自身なんですよね。Y 君がわざと貴重品をその女性の目の前で落として、それを拾わせて、そのお礼にということで、まあ、連絡先を交換して。なるほど。っていうそういう、まあ、やり口だったわけですね、うん、ですごいことするなって私思ったんですよ、うんうんうん、だってその女性って当時既婚者だったらしいんですよね。でもその一件があってからワイクのことを本当に好きになってのめり込んで、旦那さんと離婚してワイクと結婚した。そうなんですね。で、はあ、そんなことあるんだって思ったんですけど、ワイクそんなことするタイプだったっけなって私は思ったんです、うん、で、いや学生時代の彼しか知らないけど真面目で彼女に一途でそういう人だったような気がするんだけどなって思ってたら、友達がいやなんかね、卒業してからナンパ師っていうのかな、ナンパのプロみたいな人と仲良くなって、うん、その人にいろいろ教えてもらったんだってっていうふうに言ったんですね。はなんか私の知らないことがいろいろ世の中にあるなって思ったわけですよ、うんうん、で、まあ、結果的にこの2人っていうのはいろいろありつつもハッピーエンド迎えたわけじゃないですか。ただ中には本当本当に想像もしてないような結末を迎える出会いもあるんだなっていうことで、ちょっとそんな話を聞いてもらいたいんですけれども、はい、はい、これひろきさんっていう男性のお話なんですけれども、彼都内でサラリーマンをされているんですね。でその日っていうのはひろきさんその仕事の付き合いでお酒をすごく飲まされてベロンベロに酔っ払ってしまったらしいんですよ、うん、でその状態で駅前のベンチに一人で腰掛けて、はぁーって思って、もうなんか、ね、俺にばっかり飲ませて、明日朝早いっつってんの何なんだよとかって一人でぐち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 言いながら、ペットボトルの水をこうクッてやろうと思って顔を上げた瞬間に、あっと思ったんですよ、はい、この自分の目の前を、まあ、20代くらいのすっごい綺麗な女の子がさっそうと歩いていって、もうすごく自分のタイプの子だったんですって、うん、で思わず立ち上がって、あ、お姉ちゃん可愛いねって言ったんですってそういうナンパとかするタイプの方ではないんだけれども、お酒の飲んだ勢いがあったっていうのと、 あと、あ、絶対この出会いを逃してはいけないってなんかその時思ったらしいんですよね、うん、で思わずこう声をかけた。ただそれだけ美人の人なのでもう無視してスタスタスタって歩いてっちゃうんです。でももう構わず追いかけて、ねえちょっと待ってよね、今から飲みに行かないみたいな感じでずっとこう追いかけてって話しかけて、うん、でもその彼女はスタッサッサッサッって歩いてっちゃうんです。でどうしても捕まんないから、じゃあさ連絡先だけでも教えてよって言ったんですって。そしたら彼女ピタッと足止めたんですよ、うん、でうつむいて振り向きながら、じゃあメールアドレスだけならいいですよって言って、まあ、当時ガラケーだったらしいんですけど、そのメールアドレス交換してくれたんですね、うん、え、いいの？え、ありがとうって言って、まあ、その日はそこで解散したらしいんです、はい、もうひろきさんすごいテンション上がっちゃって、うんね、あの子の連絡先知れたと思って家に帰ってからすぐにこうメールをしたんですって、うんうん、俺さっき駅前で声をかけたひろきって言うんだけども、登録しといてねって。そしたら案外すぐ返事返ってきたんですよ。で彼女の名前っていうのはアリサちゃんっていうらしくって、もう可愛い絵文字がいっぱいこうついたメールだったんですよね。うん、であれなんかさっき会った時より自分にちょっとまあ好意的な感じがするなと思って嬉しくなっちゃって。うん、さっきはやっぱ人前で駅前だし、もうそんなとこで声かけて恥ずかしがらせちゃったのかなって、いやちょっと悪いことしたなって思いながらも、まあ、またすぐに自分も返信して、うん、そこからこう毎日のようにメールのやり取りが始まったらしいんですよ、うん、まあ毎日って言っても1日1、2通程度のことで、内容も、まあ、今日何食べたのとか
どんな映画が好きなの、まあ、たわいもないことなんですよ、はい、だけれどもこう毎日そのアリサちゃんと連絡取れるっていうのがもう本当に嬉しくてたまらなかったんですって。ただ今思ったらじゃあ2人で会おうよっていうデートの約束だけはなんかうまく交わされてたなっていう、まあ、そういう記憶なんですね。でそんなこんなで、まあ、2,3 週間ぐらいそのやり取りが続いた時にその日もひろきさんあのナンパした人同じぐらいすっごい酔っ払ってたんですよ、はい、でその勢いでアリサちゃんってさどんな男がタイプなのから始まりちょっとまあ下ネタっていうかそういう質問もどんどんこう聞いてしまったらしいんですよね、はい、もう酔った勢いで行っちゃえみたいな感じ でそしたらアリサちゃんが私はっていう感じでもうどんどんすぐ返してくれ、こんなことにもなんか返してくれるんだってまた嬉しくなっちゃったんですね、うんうんうん、でもさらにですねアリサちゃんすごいのがねえ誰にも見せちゃダメだよっていうメール急に送ってきたかと思ったら、はい、写真が1枚添付されてたんです、ね、で何だろうなと思って開いてみてえってびっくりしたんです。ちょっとごめんなさいあのミニスカートの下に自分のちょっと下着をずり下ろしたそれをこの自分の目線から撮った自撮り写真それが1枚添付されてたんですよね、はい、で、はっ、え、何、え、こうなんか見てよかったのかなっていう気持ちになったんですけど、うんうんうん、俺にだけこれは送ってきてくれたんだなと思ってあの可愛い子がと思ってすごいテンションまた上がっちゃったらしいんですよね、うんうんうん、あやっぱ大胆なことする子なんだなって。でもそうかと思いきや今夜は星空が綺麗だねって言って、まあ、綺麗な夜空の写真を送ってきてくれることもあった、うん、美人で色気があって純粋で可愛い。もうその頃にはアリサちゃんがこう自分の彼女同然っていうか、まあ、それぐらい本当に好きになってたらしいんです、うん、でようやくアリサちゃんがじゃあ2人で会おうかって言ってデート誘ってくれたんですよ、はい、で待ち合わせ場所は、まあ、アリサちゃん指定した公園なんですけどね夜の8時に約束してもう気持ちがこう高まっちゃってひろきさん30分ぐらい先に着いちゃったんですよ、うん、で一人でベンチに座ってあ緊張するなと思ってるんですよ。で8時5分を過ぎたんですよ。俺なんか変なとこないからもうどん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 ざわざわしてくるんですよね。で10分過ぎたんですよ。あら来ないんですよアリサちゃん、はい、あれ電車でも遅れてるのかなと思ってあの連絡するんだけど、まあ、全然返信がない。あれおかしいなと思ってうち30分過ぎたんですよ、うん、であれ今日だったよねとかって思いながらいろいろメール見返すんだけれどもやっぱり今日のこの時間、うんうんうん、あれ変だなって思いながら結局2時間待ったんですって公園で、もう気づいたら辺り真っ暗になってるんですよ。でそこで初めて俺何やってるんだろうと思ったんですって、うん、所詮会ったのってナンパした日のあの1回なんですよね。で顔を思い出してやっぱり会いたくなくなっちゃったのかなとか、うんうんうん、なんか俺アリサちゃんに遊ばれてただけだったのかなとか、うん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 、まあそんなことを思ったらすんごいテンションが落ちちゃって、うんですね、もう待ってても来ないわ、うん、もう帰ろうと思ってベンチから立ち上がって公園を後にしたんです。で、はぁって思いながらこう駅までの道を歩いてたんですよね。でこうふって顔上げた時にあれ道路挟んだその向かい側の歩道アリサちゃんが歩いてく後ろ姿が見えたんです。あの後ろ姿なんですけどもうはっきり覚えてるんですよ、うん、あれアリサちゃんだって。だからえアリサちゃん声かけるんですけど、まあ、全然こっちに気づかずにささーって歩いてっちゃう。だから急いでこの道路を渡って、ね、アリサちゃんちょっとね待ってよアリサちゃんって言ってわーっと追いかけてねアリサちゃんって肩に手をポンと置いたらえっすっごいびっくりして振り返ったんですよ。でいやあの今日約束したよね俺ずっと公園で待ってたなんかあったって言ったら
アリサちゃんがさって顔を収めたんですよ、はい、でアリサなら去年死にましたって言ったんです。はって言ったら、その彼女がいきなりごめんなさいって言って、もうすっごい泣きそうな顔でごめんなさいとかって言うんですよ。で一人で、いやあの、いやアリサ死んだんですよって言うから、はい、はってちょっと待って、え、何言ってるの全然わからない、どういうことって聞いたら、実はですね、ナンパしたあの日仕事で嫌なことがあってすごいむしゃくしゃしてたらしいんですよね。でそんな時にしつこくひろきさんナンパされた、もうイライラしちゃって、これを追い払うためと、この自分の鬱憤を晴らすためにアリサっていう死んだ友達のアドレスを教えてしまいましたって言うんですよ。ええ、って思ったら彼女が、いやアリサとは高校の同級生だったんですけど、でもあの子不良でクラスでも浮いてて、私あまり仲良くなかったんです、アドレスだってもう連絡事項があったから1年生の時に交換しただけで、それで登録されてただけだったんですよ、いろいろ話してくるんですけど、もう全然理解が追いつかなくて、ね、え、何、どういうことって言って、そのアリサちゃんっていう子はなんで死んじゃったの、うん、って聞いたんですって。そしたらその彼女が、あの子ヒロキっていう名前の男と付き合ってたんです、でも結構最後ひどい振られ方をしたと。でものすごくそのヒロキっていう彼氏にのめり込んでたもんだから本当にショックを受けて、そのショックな気持ちのまま夜の街を徘徊していたんですって、そのアリサちゃんが。でそこをちょっと変な男の人に捕まってしまって、まあ、公園でかわいそうですけどちょっと襲われて、で襲われたその格好のまま公園で首をくくって死にましたって言った。でもひろきさんこの話聞いた時にさーっと頭の先まで鳥肌だったんですよ、はい、アリサちゃんが送ってきたメールがフラッシュバックしたんですよ、はいはいはい、下着をずらしたあの画像、綺麗と言っていた星空、これ全部アリサちゃんが死ぬ間際に最後に見た光景だったんじゃないかなと思ったんですよ。でもう言葉が出ないからあってしてたら、この目の前の名前も知らない彼女が、じゃあ私も電車があるんで帰りますねって言ってくれて、前向いてスタスタって歩いて行っちゃったんですよ。そしたらピタッで途中で足止めたんです、はい、で、まあ、うつむいたまま振り向きながら、あ、今日アリサの命日なんですよ、変な時間に学校の集会あったんで私はっきり覚えてるんです、今日なんですよ、約束したんですよね、今日来るんじゃないですかって言った瞬間に、ひろきさんの持ってた携帯がブーって鳴ったんですよ、はい、でえって思わず見たら、送信元確かにアリサちゃんなんです、登録してある。でメールの本文にもうすぐ着くからってはっきり書いてあったんですって。バッてすぐに電源落として、もう家まで何も考えられずにも逃げ帰って、まあその日から見知らぬ人をナンパすることはもう二度としなくなったということなんですね。なので、まあ、皆さんもナンパをされるときは十分気をつけてほしいなという、ね、ことです。山口さんすごいっすね。階段始まった瞬間にもう、はい、パッとこうスイッチが入って、あ、ちょっとせっかく忘れてた扉の話をまた思い出しました。ええ扉の話、階段の話じゃなくて、あ、そうです、
何ですか。私の扉がまた開かれようとしてるのかなって思っただけです。ごめんなさい、ちょっとここカットしてください。ちょっと待ってください。ごめんなさい、すいません。何ですか、その階段じゃない時はもう本当になんかあれなんですか。全然また別人格みたいな感じになっちゃう。あ、いや、あの同一人物なんですけど。分かってます。すいません。ちょっとすごい話だなと思って。はい、 ありがとうございます。いやいや、あともうずっともう話最初からもう引き込まれてしまって。あ、本当ですか。どうなの、え、どうなってるの、どうなってるのって。めちゃくちゃお上手ですね。島田さんに言っていただけるともう本当に今日はよく眠れそうです。ありがとうございます。いや、あの、そんなことじゃなくて、もう、はい、素晴らしいじゃないですか。お話自体はこうちょっと切ないお話でもあるんですけどね。そうですね、ちょっと、まあ、あのかわいそうな部分あるんですけれども、うん、まあナンパを、ね、してまさかそんな結末になるっていうのは誰も思ってないだろうなっていうところはありますね。まあ、やっぱりね、うん、ナンパだったりあと最近のね、うん、マッチングアプリってなるとやっぱりこうたくさんの方と、まあ、出会うわけですが、はい、やはりその方がどんな方か、うんうん、もしかしたら本当にこの世の人なのかどうかすらわからない。それはありますよね。ネットの世界って本当にわからない。ありますよね。と思いし、あと、あの、亡くなった方がネット上にそれでもまだ存在してるっていう話がもう一個あるんですけど、あのちょっと事件の名前は絶対言えないんですけれども、あの本当に全国的にニュースになった、まあ、ことが事件というか、まあ、そういうのがありまして、たまたまそこの舞台となった会社に勤めてる人と私知り合いなんですけど、はい、でそのある女性が亡くなったんですけどね、この女性とその方はもう同期なんですって。で、まあ、SNS をその女性はやってたんですって、うん、で、まあ、亡くなってすごい悲しいと思ってたんですけど、亡くなった後に急にバンってその私の知り合いのスマホが鳴って、あ、なんだろうって見たら、その亡くなった女性の名前で何々さんが近くにいますっていうお知らせが来たんです、はい、あの SNS によってはその自分の友達登録している人が近くにいたらそういうお知らせが来るみたいなのがあるらしいです。位置情報とかでそういうのがあるんですね。そう、はいはいはい、そうみたいで、それがなんか突然来たことがあるらしいんですよね。なので、あ、亡くなった方でも、まあ、未だにそのネットの中で存在するみたいなこともあり得るのかなってちょっと感じた話だったんですよ。やっぱりこう時代とともにね、いろんなものが進化してきますけど、それに伴って新しい階段ってどんどん生まれてくるじゃないですか。あ、そうですよね。今もうそういったお話とかもあるんですね、うん、びっくりしましたね。まあ、怖い反面嬉しいっていう気持ちもあると思うんですけど、近くにいてくれるんだっていうね、まあ、それも分かったりもしますもんね、うん、いやー、でも不思議なお話やっぱたくさん持ちですね、うん、でそのアリサさん、はい、まあ、亡くなっているんだけど、うん、やっぱりその亡くなった方とずっとメールのやり取りをしてたってことですもんね。そうなりますね。あと不思議なのがその命日ですよね、うん、その公園で待ち合わせをして、うん、もちろんアリサさんは来るわけはないんですが、うん、アリサさんのアドレスを教えてしまったそのお友達が近くにその日いるっていうのも何かの偶然ですよね。そうですよね。そうですよね。なんかそこも一緒に呼ばれてしまってるのかとかね、いろいろ考えちゃいましたね、うん、島田さんもナンパには気をつけてください。しないですよね。してそうです。僕絶対僕なんかダメでしょう。いや、やっぱちょっと島田さんだったらなんか手相を見ていただけるかなと思ってしないですから。しかしたらついていってしまうかもしれないですね。手相見るんでご飯行きましょうとか言いませんから。すいません。そう、あの、ぜひ私の手相もどういうとこに行ったんですか、はい、話が。すみません、あの、じゃあもし街でね、僕が手相を見てナンパしてたら皆さんぜひね、あの、注意して、まあね、気をつけていただきたいと思いますっていう話じゃないですからね。はい、はい、でもすごいですね、もうさすがでした。さあ、今回はですね、素晴らしい方来ていただいております。
怪談マルチアーティスト山口彩子さんです。お願いいたします。よろしくお願いしますもうね、素晴らしい怪談師さんで、なんかもう若い時から知ってて、だからなんか多分僕らの世代からすると彩子ちゃん彩子ちゃんっていうイメージ、うん、でもね、ご結婚されて、元宮のお子さんも、そうですね、お母様になられて、おめでとうございますありがとうございますなんか聞きましたら、もう本当ホラーとか、はい、こういう話が大好きすぎて、うん、お子さんの名前もちょっとホラーっぽい名前にしちゃったっていう。そうですね、ちょっと名前はね、ごめんなさい、言えないんですけど、はい、私がどうしてもその名前で呼びたくて。全然怪談とか話しそうにない、ね、見た目だったりもするんですけど、もう中身はもうそういうの大好きなんですもんね。もう大好きですね、小さい時から。どういうことでその好きになったんですか。どういうこと、私の母親が、はい、ちょっとですね、小さい子が寝なきゃいけない時間帯に、昔って深夜番組ね、ホラーやってたりしたじゃないですか、はいはいはい、よくそれをわざわざ録画して、これ彩子好きそうだよみたいな感じで見せてくるっていうホラーの英才教育を受けて育ちまして。なるほど、まあ、それも相まってどんどん好きになっていきました。だって稲川淳二さんがね、夢の話、お母さんが子守歌代わりに怪談を話されるお母様だったっていう、あ、その辺がルーツだった話ありますよね。え、ちょっと待ってください。私家で怪談の練習するとき、その子供に対して話したりしていやなんとかでね、まだ零歳児ですよね。あ、そうです、そう私ホテルの配膳のアルバイトをしていたことがありまして、はい、でその後輩に愛ちゃんっていう当時大学4年生の女の子がいたんですね、はい、で、まあ、その日バイト帰りで愛ちゃんと一緒に、まあ、駅まで歩いてたんですけど、うんうん、愛ちゃんが、いや今卒論って大変なんですよって言い出したんですね、うんうん、あ、もうそんな時期かと思って、どんなテーマで書いてんのって言ったら、ちょっと変なんですけど音量について書いてるんですよ、出てきた、はい、で、え、音量って幽霊のって、あ、そうなんですって、すごい変わったテーマだなって思ったんですよね、うん、そしたら愛ちゃんが、ただこのテーマで卒論を書き出してから一日一つ不吉なことが起こるようになっちゃったんですよ、って言い出したんですよ、はい、で何やったのって聞いたら、まあ、最初はですね、紙コップに入れるタイプの自販機あるじゃないですか。あ、はい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 、でそれでカフェラテを押したはずなのにただのお湯が出てくるとか、うんうん、うわすごいついてないなっていう、なんか運が悪いのかなみたいな話ですよね。そうなんですよ、悪いなって思うようなことだったんですって。ただ卒論をこう書き進めていけばいくほど起こることの深刻さっていうのがどんどんこう増していくらしいんですよ、はい、で例えば、夜にランニングするのが習慣らしいんですけども、ある日こうランニングしてたらいきなり変な男の人に後ろからこうやって追いかけられたりとか、うんうんうん、あとずっと可愛がってたペットがいたらしいんですけど、そのペットが何の前触れもなくある日突然死んでしまったりとか、どんどん不吉になっていくらしいんですよ、ね。まあ、偶然なのかもしれない、うん、でもなんか嫌なことがどんどん起きるようになっちゃったわけですね。そうなんですよ。まあそれでもこう書き進めていったわけなんですけど、はい、まあ、そんなある日ですね、はい、同じ大学のケイちゃんっていう女友達と、まあ、2人でカラオケに出かけたらしいんです、うん、で深夜の1時くらいにそのお店を出て、愛ちゃんが運転する車で持って助手席にケイちゃんを乗せて、誰もいないよ道を、いやなんか今日いっぱい歌ったよねとかって話しながら二人でこうスーッと進んでたんです。そしたらケイちゃんがいきなり、あの人は乗せないでって言ったんですよ、はい、びっくりして思わずブレーキをギュンって踏んでバーンってこう止まったんですね。なんだろうと思ってケイちゃんが見てる方向を見たら、車のヘッドライトがパーってこう照らす先、歩道と車道の間の道、向こうの方から紫色のパーカーを着た細身のひょろーっとした男性が一人こっちに向かって、こうやって手振ってこっちに向かってこうやって走ってくるんですよ。で、何あの人って思ってたら、ケイちゃんが早く車出してって言ったんですよ。びっ
くりして思わずアクセルギュンって踏んでブーって加速して、まあ、なんとかその男性から逃れることができたんですって、はい、でも愛ちゃんびっくりしてるから「ちょっと待って何もいきなりすごい怖かったんだけど」って言ったら、ケイちゃんシーンって何も答えないんですよ、はい、で「あれ?」と思って見たのケイちゃんの方、そしたらケイちゃんが「寒い寒いすごい寒い!」って言ってるんですよ。でびっくりして「え大丈夫どうえなんかコンビニであったかいものとか買う大丈夫?」って言ったら「うん」ってこうやって首横に振るんですよ。で「なんで何が起こったんだろう?」と思ってたらケイちゃんがいきなり「ねえ」って「え何?」って言ったら「私のこと忘れないでね」って言ってきたんですって。でちょっとやめてよってそんなにやばいの今から病院行くって聞いたら「いやいやもう今日はもう家に帰る」って言うから心配ではあったんですけど、そのままケイちゃんをケイちゃんの家に送り届けで愛ちゃんは自分の家に帰ったんですって。で次の日、はい、まあ、大学に行きまして、うん、ケイちゃんあれ大丈夫だったかな、心配ですよね。そうなんですよ、すごい心配になってケイちゃんに「えねえねえケイちゃんさ大丈夫なの?」って声かけたら、ん?何が?とかって言うんですよ、うん、あの体調大丈夫?って言ったら、え別に大丈夫だよってあれ?と思ったんですよね。そうですね、そう、え、ケイちゃん昨日のこともしかして覚えてないのかなって思って、いや昨日さすっごい寒がってたしめちゃくちゃ体調悪そうだったよって言ったら、え全然覚えてないんだけどとかって言うんですよ。で、え、いや待ってじゃあさあの変な男の人いたじゃんって言ったら、ん男の人って何って。ケイちゃんあの男に会ってから自分の家に帰るまでの記憶が一切なくなってるんですよ。で、うわこれまた不吉なことだなと思ったんですって。うわさすがにこれは不吉だなって、ケイちゃんあれ大丈夫かな。なんて思いながら、まあ、卒論テーマ変えられないもんですから音量というテーマのまま書き進めたらしいんですよね。でその日の夜、うん、愛ちゃんある夢を見たらしいんですよ、はい、でその夢っていうのがあのカラオケに行った帰りにケイちゃんを送り届けて自分が自分の家に帰る、まあ、そこの夢だったんですね。で車を自宅からちょっと離れた駐車場に停めて降りまして、誰もいない住宅街の夜道を一人でこうやって帰ってた。したら遠くの方に自分の家見えてくるわけですけど、なんか玄関の前に人立ってるんですよね、こんな深夜に。で「え?」ってこんな時間誰だろうってすっごいゾワーって嫌な予感がしてくるわけですよ。でも自分の家だからしょうがないなとってことそーっと。こう近づいてったら、それあの紫色のパーカーの男なんですよね。で、あの人だと思って、やばい、どうしよう、なんかちょっとなんか気まずいなと思って、いやーと思ってたら、その彼がくるってこっち向いたんですって。うん、で、こっちに向かって、ねなんで無視したの？って文句言ってきたって、はい。で、思わず あの時はすいませんって言ったんです。って言った瞬間にその男がほらね見えてるじゃんって言ったって言われた瞬間にしまったって思って、そこでポワッと目が覚めたんですって。はい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 。でまあ目覚めた後ですよね、すっごいテンション下がって、なんでこんな夢を私見なきゃいけないんだろうって、やっぱり卒論のテーマを音量にしたせいなんじゃないかって、なんか一生懸命ね自分なりに書き進めてきたのに、もうなんでこんな嫌なことばっかり起こるんだろうってね、暗いもう夜の部屋の中ですっごい嫌な気持ちになって、はあ、でもどうしたらいいの私って思いながらもう寝れなくなっちゃって、その自分が今までこう卒論を書いてきたパソコンをパカッて開いて、まあ、なんとなく今までのこう書いてきたことを見てたんですって。したら論文の何か役に立つかもって思って、音量についての知識なんかを箇条書きでメモしてるページがあるんですけど、はい、
そこをこうなんとなく見てたんですって。そしたらそのメモの中に、認識した死者の存在をないがしろにする者は呪われて叱るべきっていうメモがまあ残してあるんです、はあ、書いた覚えないんですよ。え、何このメモ。もちろん自分書いてないし、今初めて聞く言葉なんですよね。でこの内容からして、まるであの紫色のパーカーの男に何か言われてるような、ね、そうですね、そんな感じがします、ね、そんな感じがして、うわっと思って、もう愛ちゃんの精神的にそこで限界だったわけですよ。うわ、もう本当に怖すぎるって。でテーマ今から変えられないんだったら、もうさっさとこの論文を書き上げてしまおうと思ったわけですよ。もう早く終わらせようって。で次の日、まあね、家でずっと一人でやってるのもあれだから、大学の図書館に行けば集中できるかもと思ったんで、うんうんうん、もう朝から自転車に乗って大学に向かったんですって。でこの向かう途中に、ちょうどいいとこに横断歩道がない道っていうのがあるらしくて、でそこいつもどうやって渡ってるかって言ったら、本当はよくないんですけど、まあ、左右確認して車来てないなと思ったら、まあ、スーッとこう渡っちゃってるっていう感じなんですね。でその日もこうパッパッと見たら車来てなかったもんですから、あ、よし行けるわと思って車道にスーッて自転車で進入したんです。でスーッて行って途中になんか気になって、ふって横見たんですよ。したらこっちから霊柩車がスーッて近づいてきた、はあ、で、あ、霊柩車だって思った瞬間に、とっさにですよ、両の親指をギュッてこれ隠したんです、うんうんうん、でよくあの霊柩車を見たらおまじないでね、そうです、うん、なんか親の死に目に会えないかなんかいうことで親指隠したりっていう、なんかそういうありますよね、いますよね、はい、でそれを思い出してこうスッてやったんです。でもそしたらどうなったかというと、ブレーキが握れないわけですよ、自転車ので、あっと思ったら車輪がもうどん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 勝手に前に当然進んでいくわけですよね。あ、やばいと思ったら霊柩車がキュ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 ってすごい音立てて急ブレーキかけた。でもう自分にぶつかるこの寸前で止まったんです、ね、あとちょっとねずれてたら、まあ引かれてったわけですよ。でもあいつすっごいびっくりしてあってもう本当自分の心臓止まったんじゃないかっていうぐらい大きなショックを受けたんです。それで、でこの一件がきっかけで、あ、さすがにちょっと神社にお参りに行こうってやっと決心がついたんです。でまあある時その愛ちゃん神社に出かけていきまして、もうなんか悪いこと起こりませんようにということでこう手を合わせたんですよね。でそうしている最中に思い出したんですって、けいちゃんの言葉、私のこと忘れないでね。確かに。あれってケイちゃんが死ぬんじゃなくて、私がいなくなるって思ったからケイちゃんそう言ったんだよねきっとって、そう言うんですよね愛ちゃん。で、あ、なんかこれでね良くなりますようにって思って、まあ、帰ったら本当にそのお参りした日から不吉なこと起こらなくなったって言うんですよね。で私もそれ聞いて、あ、よかったなと思ったんで、いや愛ちゃん大変だったねって、それよかったねって言ったら、いや本当よかったですって愛ちゃん言うから、あ、じゃあもう卒論終わりそうなのって言ったら、あ、それなんですけど、実は私まだ論文の初めにまでしか書いてないんですよねって、はあ、愛ちゃんそんな風に言ったんですよ。初めにしかって、初めにまでしか書いていないのにこれだけいろんなことが起きたので、もし最後まで書き進めてたら愛ちゃんってどうなってたのかなっていうのは心配になりますよね。え、その後愛さんはそのテーマで論文を書き終えたんですか？私この話聞いてからちょっと愛ちゃんと会う機会なくなっちゃって、私会ってないで連絡もしてないのでわからないんですけど、どうなったのかなって思ってます。ちょっと心配になっちゃいますねできたらテーマ変えてほしいなっていうふうに思っちゃうようなお話ですけど、うん、そうなんですよね。えずっと怖かったんですけど。あ、本当ですか？ずっとなんかもう一言一言でもうビク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 してしまって、でもその紫のパーカーの、うん、
男ですよね、うん、その後に書いた覚えがない、うんうん、認識したものをないがしろにしてしまうと呪われるっていう、うん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 、で夢の中でやっぱり見えてんじゃんっていうねことがあったわけですよね。そうですね、もうだから最初のこうやって走ってきた時点でまあそれは生きてない人ですよね、その男性は。まあ、それ愛ちゃんも同時に見えちゃってたっていうことになりますけど、でまあ認識、うん、まあ、実はしちゃってたんだけども、うんうん、その向こう側の人は確認しに来たわけですよね。うーん、そうですね、嫌ですけど。いや本当にその、まあ、霊感ある人のねよく言う話なんですけど、うん、やっぱこう見えたっていうふうにリアクションしてしまうと相手がついてくるから、うん、もう見えてないふりをとにかくするんだって話ってよく聞くじゃないですか。あ、うん、そうですよね。でも私なんか結構あの階段始めてからあなんか家で階段のこととか考えたりしてたら結構変な音したりしませんか？なんかいやあのだちょっと前も話したんですけどやっぱりその、はい、そのことを考えるっていう時期があると、うんうん、やっぱりちょっとそのアンテナが張られてしまうのかそういう現象とか見てしまうってことが起きやすくなるっていう、ね、一切考えてないもう例のことなんか全然いないんだなんていう時期は全くないっていう話、うん、ありますよね。そうなんですよね。でその、まあ、愛ちゃんの場合はやっぱりそういう論文を書いてたからっていうのはあると思うんですけど、結構私最近怪談とか書いている時にそういう変な音とかしたらうざいとか言って怒っちゃってるんですけど大丈夫かなって今不安になってきました。まあそんなこと言いそうにないでびっくりしましたけどただそういう強い気持ちでバンってこう突っ跳ねた方がいいんだっていう、うん、話も聞きますよね。まあ、結局生きてる人間があの負けることはないっていうこともまあ言われたりすることもありますから、自己物件に住んでた、ね、まあ、方が、うん、あのまあ思ってなかったんだけど住んじゃってた時にやっぱ霊現象が多いと、でその時にその方が思ったんですって、なんで俺が家賃払ってんのあ、それは分かります。お前に邪魔されなきゃいけないんだと思ってもイラッとしたからもう出てけ、俺家賃払ってんだだったらお前も家賃払えみたいなことを言ったらそこからパタってやんだっていうだそういうもしかしたらね強い気持ち負けない気持ちっていうのも大事なのかもしれないですけどね。そうですね、ちょっとぜひ皆さんもね階段のこと考えてて怖いことあったらさっとか行けみたいな感じでこうぜひ叫んでいただきたいですね。そうですね、うん、あと矛盾しちゃうんだけどこういう話もあるんだなぐらいで、でも自分には起きないよとかね、なんか起こっても気にしない、うん、気のせい気のせいっていうふうにね、うん、あんまりこう深く受け止めないっていうなんか気持ちは大事かもしれないですね。そうですね、はい、いやでも今回もすごかったです。ありがとうございます。こういった話たくさん聞けるんですもんね。あ、そうですね、あのたっぷり100分以上話させていただいたりもしてますので、ぜひいろんな怪談を聞いてみてくださいやっぱ相変わらず、ね、自分のこのね、あのねもののこう説明というか紹介あんま上手じゃないですそうですね、もう今から YouTube に上がることを考えてもうガタガタ今震えが一番怖いですか。足からもう階段はもう絶品ですから、もうそこはブレないのでもう間違いなく大丈夫ですんで、はい、もう皆さんねぜひ YouTube チャンネルやられてます、ね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。素晴らしい怪談ね披露していただいてますけど、ありがとうございます。なんかあの怪談師の方、一流の怪談師の方あるあるかもしれないですけど、怪談はもうね絶品ですごいんだけど、それ以外がちょっとこう不思議ちゃんって方多くないですか。バレましたか。まあ山口さんもまあちょっとね可愛らしい部分あるんですけど、あのほら牛滝千佳さんとか、はい、村上ロックさんとかも階段あんだけすごいのに階段じゃない時、はい、すっごい可愛らしいじゃないですか。そうですね、私牛滝千佳さんの YouTube チャンネルも出してもらったことがあって、はい、その時もう二人とも笑いが止まらなくて本当に大変でしたね。もう階段どころ騒ぎじゃないぐらい笑いがこみ上げてきてちなみに何で笑っちゃったんですか。とてもここでは言えない、えもうなんかちょっともうとても言えないんですもうめちゃめちゃ気になるんですけどね、階段の内容とかじゃなくて、もう全然もう
その置いてあったものとかでなんかあれに見えますねみたいな感じで、あれに見えます、ちょっと、いや違うんですよ、違うんですよとか、あとなんかカリンバを持ってらっしゃったんです、ね、カリンバっていうあのポロポロンって音が出る楽器が、カリンバって楽器があるんですか、はい、千賀さん持ってらっしゃったんですけど、私も持ってますみたいな感じで笑いが止まらなくなってなんでカリンバ被るんだろうみたいな、だからカリンバで被らないですもんね、うん、そうですね、あのそんな緩い感じでお送りしております私のチャンネルじゃないんですけど、本当にね、どっか皆さんそういう方多いなと思って、なんか共通点があるのかななんて思ったりもしたんですけどもね、はい、でもあの YouTube チャンネルもやられておりまして、チャンネル名があやこわチャンネルと言います、はい、そしてね、ご本もありますし、そしてあの音声だけで楽しめるという、そうですね、オーディオブックとなっておりまして、あの音声だけで怪談をたっぷり語っております。これ全10巻ありますんでね、はい、皆さん概要欄貼っておきますので、チェックの方よろしくお願いいたします。さあ今回はどんなお話なんでしょうか。前回ずっと怖かったんですけど、はい私が引っ越しを考えていた、まあ、そんな時の話なんですけども、山口さんの体験談ですか。そうです、はい、私が引っ越しを考えていた時に、起こった出来事なんですけども、私18歳ぐらいから一人暮らしを始めたので、うん、引っ越しってまあ何度か結構経験があるんですね。でそうすると、まあ、その自分の大体住みやすい感じの家って分かってくるじゃないですか、うん、でするとまあ条件が増えていくわけですね、うんうん、で、まあ、その頃もですね、あのネットでいろいろ次どんなとこ引っ越そうかなっていうので探してたんですよ。したら、まあ、ちょうどいいある物件、マンションを見つけたんです。でそのマンションっていうのが、まあ、写真が載ってたんですけど、結構こう高級感のある感じのエントランスで、うん、部屋も広くてすごい住み心地が良さそうな、ああここいいじゃんと思ったんですけど、肝心のマンション名と詳しい住所、これが載ってなかったんです。おかしいですね。おかしいんですよ、うん、あの東京都〇〇区バツバツ町何丁目くらいまでの情報しかない、何番地なのっていう話で分かんなかったんですよ、ね、でえこれなんていうマンションなんだろう、でしかもどこにあるんだろう、どんどん気になるんですよね、うん、でよく見たら、まあ、その8階の1部屋と13階の1部屋の2部屋だけちょうど空いてたんですよ、ね、でかつすごく安かったんですよ、うん、え東京で、まあ、こんないい条件のとこが、まあ、2部屋空きあるの珍しいし、しかも安いっていいとこなのになって、なんでマンション名と住所を出してないんだと思ったんですよね、うん、でそうするとやっぱりあの怖い話好きだと、もしや事故物件じゃないかなって考えちゃったんですよ。そうですよね、詳しいマンション名があったりとかするとう、もうそれでヒットしちゃうから、うん、そこをあえて伏せてるんじゃないか、そう詳しい住所も載せないんじゃないかっていう、まあ、そう思いまして、あの皆さんご存知かと思いますけれども、あの事故物件サイトで有名なあのサイトをちょっと覗かせていただきまして、はい、で、その時分かっていた何丁目までの住所を入力したんですね。したらバーってこうそのエリアが出てきて、うん、そのエリアの事故物件情報がバーっていっぱい出てきたわけですよ。でそれを片っ端から一つずつ全部見ていった。そしたらこの中に8階と13階で過去に転落事故があったっていうマンションが一個出てきたんですよ。すごいピンポイントですね、はい、ピンポイントで、あここかなと思って、でよくよく見てみたら、恋人が入居者の部屋のベランダから飛び降りとか、共有部分の廊下から飛び降りとか、もう数年前の情報の時点でもう何件か事故が起きてるような、そういうマンションだったんですね。でいやここじゃなかないといいなって思いながら、まあ、そのサイトにはしっかりマンション名も載せられていましたので、今度はそのマンション名を自分でネット検索したんですね。したらその何々マンションって入れるなり関連ワードで事故呪いって出てきたんですよ。うわーって思いながら今度はその画像を見たんですよね。したらそのマンションの画像出てきたんですけど、私が最初に見たサイトに載ってた写真と全く一緒、完全一致したんです。やっぱりそこが事故物件だったんですね。ああヒットしてしまったと思いまして、
それでもやっぱり条件が良かったので、まあ、実際悩んでたんですよ本当に住みたいなっていうところで。で私の友人にいろんなこう物件を見るのが好きだっていうそういう子がいましたのでちょっと相談してみたんです。こういう物件あるんだけどって。そしたらその友達がここマジでやばい事故物件じゃんって絶対やめた方がいいよって私にすごく言ってきたんですね。だけど私はまだ気持ちが揺れてるからそうなんだけどちょっと 見るだけ見たいんだよって一緒に行かないみたいな感じでこうちょっと無理やり誘ったんですね。でその子と2人で不動産屋さんに行ったんです。で不動産屋さん担当の方に〇〇ってマンション気になってるんですけどどうしたら、あ、じゃあちょっと待ってくださいねってカチカチカチなんか調べ始めてくれたんですね。でそれを待ってる間に、まあ、私は私でもっとこのマンションについて何か情報あるかなとか思いながらこうやってスマホをこういじってたんですよ、うん、したらそのマンションの入居者の口コミっていうのが出てきたんですよ、はいはいはい、1年くらいしか住んでませんでしたがいいところだと思います、ただここで死ぬって文章が終わってるんですよ、うん、と思うじゃないですか、うんうんうん、この人続き何言いたかったんだろうと思ったらうわやっぱここ怖いなって。で他にもそのマンションについて調べたら実は全国にシリーズでいっぱいこう同じマンションを展開しているそういうマンションだったんですね、うん、でただマンション名が一回ガラッと変わってるんですよ、はい、でも全国にそれだけたくさんの入居者がいるマンションの名前自体変えちゃうって結構大掛かりというか大変なことじゃないかなって私思ったんですよね。でもっと見てったらマンションの外壁もガラッと変わってるんですよ、うんうんうん、でね、よくそのマンション名を変えるとかその外壁の色を変えるっていうのは事故物件になってしまったその物件の悪い印象を変えるためだっていうことも言われるじゃないですか、はい、そうですね、そうで見てったらやっぱり他のシリーズのマンションでもいっぱいこう事故が起きてたんですよね。でやっぱり言い方悪いけどこのマンションちょっとやばい物件なのかななんて思ったんですよ。で友達とちょっと相談してやっぱりこの物件ちょっとやめますって言おうと思った瞬間にこの担当の方の持ってた携帯がブーって鳴ったんですね、はい、でその方出られてはい、そうなんですね、わかりましたって言ってプチって切って、山口さん今そのマンションの管理してる人から電話が来て8階が埋まってしまいました、うんうんうん、で残りはその13階の一部屋しかなくなりましたって言われたんですよ。で、まあもし検討されてるようであればもしかしたら急いだ方がいいかもしれませんねって言われたんですよね。で私それ言われた時にと思ったんですよ。このマンションのことを私が初めて知ったのって結構前だったんですね、うん、でそこからいろいろ調べて今その不動産屋さんにたどり着いてる。でもこの間ずっと8階と13階の一部屋空いてたんですよ、うん、ずっと。でも内見するかどうかみたいな段になっていきなり一部屋埋まるっておかしくないかなと。でね、営業の方がなんかそうやって営業で行ってるんじゃないかと思われるかもしれないんですけど私全然そんな感じがしなくて、なんか普通にその埋まりましたって言われたので、うん、なんかちょっと導かれてる感じで嫌だなって思ってたら隣に座っている友達が急にここいいじゃんここにしようよって言い出したんですよ。と思って、だってその子って絶対やめた方がいいよって私に言ってきたの、ずっと反対してましたよね。そうずっと反対してたのに急にコロッと態度が変わったからって思ったんですね。でも結局そこからこうどんどん話が進んでってその日内見行くことになったんです、そのマンションで。実際そのマンションについて入ってったら、写真通りの本当高級感のあるエントランスなんですよね。でそこをこうしばらく進んでいくと左手の壁にマンションのこう入居者に向けた掲示板が貼ってあったんです、はい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 、でそこに注意書きがあったんですけど、うん、
生活音に注意してください、子供の声に注意してください、足音が響きますとか、そんなにと思うぐらいバーってすんごい数の注意書きがあってはいはい、はい、そのほとんどがなぜか音に関するものだったんです。あ、確かに不思議だなって思いながら、普通こんなに注意書きってあるものなのかなってちょっと不審に思いながら、今度エレベーターに乗ったんですよ。したらこのエレベーターがものすごい揺れるんですね、かつ速いんですよ、でも乗って3人でガン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 みたいな感じですんごい揺れた速さで、もう不動産屋さんもすいませんねみたいな感じで、ちょっと怖いっすよねそうなんですよ、そんな苦笑するぐらい揺れて、チーンってやっと13階に着いて、で共有の廊下をしばらく歩いてったら、まあ、例の部屋の前に着いたんですよ。でいざこの部屋の中を見てみたら、私ちょっとびっくりしたんですよ、はい、すっごい綺麗だったんですよ、うんうんうん、いろんな噂はあったけど、あ、すっごい綺麗だっていうのが、ベッド、ソファー、テーブルってもう全部最初から設置してあるんですね。でかつそのコーディネートがものすごいおしゃれな感じ、うんうん、でこれからのここでの楽しい生活を想像させるようなそういう感じになってたんです、うん、でうわ、え、ここで暮らせたらめっちゃいいなって私そこで思っちゃって、もうほぼほぼここでいいんじゃないかなって思うぐらいの勢いで見てたんですよ、はいはい、でも一応後から見返せるようにと思って自分のスマホでいろんな箇所の写真を撮り始めたんです、うん、で、寝室のここにはこれを置いて、アリビングのここでご飯食べてみたいな感じでこう楽しんで撮って、でじゃあ次は洗面所を撮ろうと思ったら、その一緒に来てくれた友達が先に洗面所に行ってて、でその彼女の携帯で洗面所撮ってくれてたの先に。でもそしたら彼女が急に、え？とかって言い出すんですよ。え、どうしたの？って聞いたら、え、ねえねえねえ、普通さ写真撮る時ってさカシャカシャって言うじゃんって思ってたら、このさ洗面台撮る時ちょっと聞いてて、カッシャンカッシャン、何その音っていう、すっごい聞いたことない音だったんですよ、うん、で変だねって言ってたら、友達が急に、はありえないんだけどとか言ってバーってスマホ触り出して、何何って見たら、あの画面真っ黒になって、どこをどう操作して もう何にもならなくなっちゃう、突然ですよで、これ大丈夫かなって言って、もうしょうがないから私のスマホを彼女に託して、あのお風呂場もちょっと撮りたかったのでお風呂場行ったんですね。で私浴槽の大きさが知りたかったので、浴槽の中に私が入って足を伸ばして、この姿をちょっと離れたところからその友達に私のスマホで撮ってもらったんですよ、うん、でこのお風呂場の壁っていうのが、まあ、濃い色でツヤのあるちょっと光沢のある感じなので、スマホ持ってる友達のこの立ち姿がぼんやりこう黒い影になってて、それがまあ写真にも写ってるみたいな、そういう状況だったんですね。で2枚連写してもらったんですよ。で1枚目普通に友達のこの立ち姿がぼんやりです。でも2枚目同じ格好なんだけど、友達の左足だけ全部写ってなかったんですよ。片足で立ってるみたいに写ってて、えって連写したのにと思ったんですよ。そうでちょっとこの辺りから、あ、私やっぱ怖いなここって思い出したんです。今までは結構まあいい部分しか見えてなかったけれども、よくよく見たら電気のスイッチが結構黄ばんでたりとか、うん、部屋の中の扉に誰かこうグワーって引っかいたみたいなこう傷があったりとか、過去の人の気配みたいなのがこう波が押し寄せてくるようにバーって感じ始めたんですよ。で13階なので景色結構良かったんですね、はいはいはい、なのでそのベランダから見る景色とか共用の廊下から見る景色、あ、いい景色だなって思って見てたけど、なんかそこに立つとふってその景色に吸い込まれていくような、つまりこう落ちてしまいそうになりそうな気持ちになったりとか、うん、バッてわざわざ結構上見上げなんか気づかないけど黒いビヨーっとしたひびがいっぱい入ってたりとか、そういうのがどんどん目につくようになってきて、うんうん、一生懸命このマンションって豪華さ保とうとしてるんだけど、もうこの隠しきれないこの建物、そしてこの部屋の歴史をこう肌で感じてしまったっていうような、そんな状態になったんです、うん、で、あ、
ちょっとこれは一旦あの持ち帰らせて考えさせてくださいって言って、まあ、その日は帰ったんですよね。でまあ帰りながらと家帰ってからといろんな記憶がこう蘇って、うん、よくよくこう考えてみたらですね、まず綺麗なコーディネートをしてやったってことは、まあ、まずモデルルームにしてやったということですね。なんですよね。でもじゃあなんでわざわざモデルルームにするのかっていうと、どんなに好条件でもやっぱりそこに住みたいっていう人がいないから綺麗に見せないといけないっていうことでモデルルームにしてたんじゃないかな。もちろんどのマンションもそうだとは言いませんよ。だけどあの部屋に関してはそういう理由だったんじゃないかなって私思ったんですね。あとは内見中、写真だけじゃなくて動画も撮ってたんですけど、うんうん、まあその動画にオーブいっぱい写ってたりとか、あとはその部屋の中で撮った写真だけなぜかエラーが出て保存できなかったりとか、普通そういうことはないんですけど、うんうんうん、もうね、本当に途中から慣れてくるぐらい怪奇なことがいっぱいあったんですよね。でもっと言うと、その内見の日って実は他にも気になっている物件が数件ありまして、その物件もいろいろ回っていこうねっていう話をしてたんです最初。なのに不動産屋さんの車ナビ入れたのにもかかわらず、あれあれとか言って他の物件一つもたどり着けない、同じ子ぐる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 回ってるんですよ。で唯一たどり着けたのがあの重工物件のマンションだけだったんですね。そして、その気になっていた他の物件の一つにですね、あるマンションがあるんですけど、それっていうのがこの事故物件の道挟んで向かい側にあったんですよ。はあ、あここなら行けるじゃんと思うじゃないですか、はい、ところがこのマンション一部屋しか空きがなかったんですけど、その一部屋の真横に本当偶然なんですけど私のめちゃくちゃ苦手な知り合いが住んでいたんですねすごい偶然ですね。すごい偶然で、それを知って、あこの隣にずっと住み続けるのはちょっとさすがに、ね、厳しいかなと思って候補から外れたんですよっていう、いろんな可能性がどんどん潰されていって最終的に導かれたというか、残ったのがその事故物件のマンションだけだったんですよ。で、わやだなって思いながら後々ちょっと思い返してみたら、まあその内見終わった帰りですよね、帰りに一緒に行ってくれた友達とご飯食べに行ったんですけど、そこで今まで一度も喧嘩したことなかったのに彼女と大喧嘩になったんです。初めて、なんとかって言ったじゃんって何でしょうみたいな感じです。結構な大喧嘩になったんだけども、じゃあなんで喧嘩になったのかっていうと二人とも全く思い出せない。それぐらい多分結構些細などうでもいいことだったと思うんだけど、なんかこう気持ちが高ぶったんでしょうねその日。そんな感じになっちゃって、その後2人とも謎の頭痛に襲われるっていう、すっごい頭痛くなるっていう、まあ最悪な内見の一日だったんですよ。ですね。で結局そのマンションは選ばなかったんですけど、いやもうなんか本当いろいろあったなって思いながら数週間経ちまして、はい、一緒にそのマンションの内見に行ってくれた友達と、まあ久しぶりに会ったんですね。でなんか買い物かなんか一緒に行って、そこで私がいやでもさ、なんかあの時不動産屋さんでさ、ここいいじゃんここにしようよっていきなり言い出したの、あれめっちゃ私怖かったよって言ったら、その友達がえとかって言ってくるんですよ、はい、いや言ってたじゃん、だってそれまでさ絶対やめた方がいいって言ってたのに、なんか急に変わるから私めっちゃ怖かったって言ったら、友達がえやめてよそのセリフ、綾子が言ったんじゃん。って言われて、私やっぱりこの物件やめますって私確かに言おうとしてましたよね、あの不動産屋で。なんだけれども自分でも無意識のうちにやっぱりそのマンションに行こうとしてたんだなっていうのが分かったんですよ。いやもう完全に呼ばれてましたよね。そうですよね、もう恐ろしくて
なんかその8階と13階でしたよね。よくそのまあ不動産屋さんのテクニックで本当あるか分かりませんよ。ただなんかこう迷ってる時に電話が鳴ったっていうねふりをして、ああもう今なんかここのマンション入りたいっていう一応希望が入ってますよってせかして、ああやっぱ人気なんだ契約しなきゃっていうふうにさせるっていうテクニックがあるっていう噂はありますよね。ただまあそういうのもあるのかもしれないですけど、8階と13階があったわけで、8階が決まったって言われたっていう、で結果13階の方に誘導されてるのもなんか意味ありそうですよね。でもしそれがテクニックだとしてもですよね。そうなんですよ。でまあ、ちょっと業種違うんですけど、私もともと製薬会社の営業職だったので、まあ、営業はしたことはあるんですけど、なんか、まあね、不動産屋さんなんですけど、全然なんかそういう変な営業としての誘導ではなかったような感じはしてて、ただそのもう不動産屋さんっていうともうね部屋案内のプロなわけですよ、うん、その方たちが他の部屋たどり着けないってこれも普通じゃないですよね。なんかずっと森みたいな木がいっぱい生えたところをずっと回ってて、それももう邪魔されて、で結果ここに来いよ、で向かいの部屋は行けるんだと思いきやそこもやっぱりダメだったってなってくると、もうちょっとギリギリだったんじゃないですか。よく入らなかったですねそこに。いや本当ですよね。でしかも13っていう数字、そうです、ね、ちょっと不吉だなとか思ったりして、だって内見というねそんな長くない時間の中だけでそれだけ起こってるってことは、その後住み始めたらどんなことが起きちゃうんだろうかって、そう考えただけでゾッとしますよね。ゾッとしますね。いや怖い。いやもうなんか想像しただけで、私がもしあそこに本当に住んだらって考えたら、もうねあの景色にふって吸い込まれる感じだったりとか、そうなんですよね、思い出したら怖くなってきますね。そういう人がなぜか命を落としてしまう場所っていう時に、うん、何か下を見たら気持ちよくて、うん、何か本当吸い込まれそうな空気になるんだっていう話ってあるし、うんうんうん、あと最後のね、はい、お友達が言った、うんと思いきや実は自分が言ってたかもしれないっていう、これもね、そう全然私そんな記憶ないんで、そんなこと私言ってないと思うのに、言わされていたのかもしれないし、そう完全に呼ばれてましたね。本当ですね。友達と記憶がお互い逆になってるわけですから、私は友達が言ったと思ってるから、ちょっとあとその内見した日にお友達と大喧嘩になったっていう、なんかすごくちょっと知ってる話とこうつながってくるなって部分があって、あ本当ですか。それが心霊スポット、うんまあ、心霊事故物件とかに入ると、うん、単純にまあ霊現象があった話もあるんですけど、単純に引っ越すと喧嘩が絶えない家庭になっちゃうっていうあるあるも、ああ、私それなんか相互的に作用してることがあるんじゃないかなと思うことがあって、そういう物件に引っ越すと喧嘩が絶えないっておっしゃいましたけど、はい、私ちょっと大学の先輩で喧嘩してたら急にドアがバンって閉まるようになったとか、その逆もあったりして、それは何でしょうね、喧嘩したことでなんかそういうなんかストレスみたいなものがそういう作用を起こしてしまったとかっていう感じなんですかね。何ですかね。よくね小さい女の子とか子供がいる家庭でポルターガイストが起こるみたいな話あるじゃないですか。 ありますね。もう耐えきれないうっていう思いが、あやっぱり人の気持ちとそういうものっていうかやっぱり関係してたりするんですかね。でも知り合いの芸人さんでね、めちゃめちゃこう仲睦まじいおしどり夫婦の2人が結婚して引っ越した家が実は事故物件だったんですけど、なんか入った日になんかあそこに穴みたいのが開いてるなっていうのはちょっとこう塞いだ跡があるなぐらいはこう気づいてたんだけど、引っ越したらまあ仲悪くなっちゃって、で最後の方まあもう物を投げての喧嘩になっちゃって、奥さんがもううわーってもう投げたものがバンって壁に当たったらそこに同じように穴が開いたっていう、だからきっと前住んでた人もこういうことだったんじゃないかって、あなるほど、そういう穴だったんですね。あここやばいわつって引っ越したら前のように仲良くなれたって話があるんですよ。だからなんかやっぱ磁場が良くないとか人間に良くない作用を及ぼして不安になるとか、だからそういう事件が起きやすくなるとか、っていう場所だったりするんですかね。それもあるかもしれないですよね。結構私たちに人間ってなんか
無意識のうちにいろんなことに作用されやすい、うんうん、影響幽霊だけじゃなくって、うん、例えば近くで工事現場ずっと工事してると、うんうんうん、その音でずっとストレスが溜まってイライラしやすくなるとか、うんうん、あとは日光ね、こう当たりづらい部屋だったりするとちょっとこう気持ちがね沈んできま、気がちになるとか、だからそういう単純なその物理的なことでっていう部屋もあるみたいですけども、うんうんうん、そういう部屋イコールなんかそんなおかしな事件が起きやすくなるってこともあるのかもしれないですね。でそういうのが起きたらまたそういう変な、ね、おかしなものが出てき紛れ込んだりするのかもしれないですね、そういった場所に。でも結果良かったですね、違う場所に引っ越せて。良かったです、本当に。いやでも今でもたまにそのマンションを見ることはあるんですけど。まだ呼ばれてるんですね。前と気持ちを強く持って、もうそこは行かないんだっていう風にしないと。そうなんですよ。なんでこんなに怖いかっていうと、はい、ちょっともっと私の過去の体験も一個って関係してきてるんですけど、その昔就活してた時にちょっと あんまり学生だったのでお金なかったんで、夜行バスで新橋まで行ったことがあって、早朝に着いたんですよ。あの地方から。あ、そうです、はいはい、京都から新橋まで行って早朝に着いて、はいはい、で面接まで時間が結構あったから漫画喫茶で過ごそうと思ったんですね、うん、で結構朝なのであんまり人いなくて、で適当に見つけた漫画喫茶に行こうとしたんですけど、なんかエレベーターが故障してたか、もしくはどうしてそうしたのか分かんないですけど、外の鉄階段、うん、こうぐるぐる登るようなのしかなんかなかったんですよ。でしょうがなくカン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 ってこうそこを登ってたら、私の視界の端にスンって黒いものが通り過ぎていったんですね。で一瞬で、あ、やばいやつだって思った直後にバーンって聞こえたんですよ。でそうでしょうと思って、もうこわごわこの階段からひゅって下見たら、やっぱりちょっと男性がこ うつ伏せで地面に倒れていらっしゃって、あ、やっぱりそれだったんだって、私はその最後の瞬間を見たのが私なんだって思って、すんごい怖くて、でも助けなきゃ、なんかもしかしたら息あるかもしれないと思ってわーって下降りてって、でももう全然動かなくて、ちょっと血というかなって出てきちゃってて、もうダメだなってすぐ分かったんですよ。そしたら多分なんか他の場所で見て同じのを見てた人がいたらしくて、警察を呼んでくれたんですよね、うん、結構早くパトカーとかが来て、もう私グワーって体が初めて感じる感覚で震え出して、どうしようって思ってたら、本当にドラマに出てくるような、なんていうか探偵さんというか刑事さんみたいなコートを着た男性が私のところに近寄ってきて、私こういうものですみたいな感じで名刺を渡されて、あなた見られた方ですかみたいな、最初に見た方ですか、なんかそんなことを聞かれて、はいはいはい、そうですみたいなことを言って、もうすごい私も吐き気がわってして、うん、来てたらその方が上見ましたかって言ってきたんですよ、はい、で私がいやそんな見てないですって言ったら、あ、そうですか、他殺の可能性もありますからねって言われて、あ、そっかって思ったんですよ。もし私がその時上見て誰かがいたとして目が合ってたら、私もどんな目に遭ってたのか分からない。そうですね、見られたって言ってね、犯人がもしかしたら山口さんのところにっていう、っていうのがあって、そういう体験があって、それが私の中でずっと人生の中で残ってて、今でも結構な毎日の頻度で思い出すんですよね、うん、なのでその事故物件のマンションの近くとか通る時とかも絶対上見ちゃうんですよ、うん、てか上見た方がいいじゃないかなと思います、道歩く時とか。皆さんそれは、うん、いつそういうことがあるかもわからないから、うん、そうですね、そういう経験しないとね、そんなことあるわけないと思って、うん、もうほとんど見ないですけど、普通は見ないですもんね。でもやっぱりそういう経験してしまうと、うん、もしかしたら本当自分の上にっていうね、危険な目に遭ってしまうかもしれないとかも含めて、とかも含めて、もし他殺でなんかその人の
そのやばい人と目が合ってしまうかもしれないとか、いろんな不安がありますので、都会って怖いですね。いやちょっともうすごい経験されてるんですね。いやでも私この経験をもう乗り越えたくて、その後私大事な人生を決める就活の面接だったわけじゃないですか。そうですよね。その後って大変でしたね。そうなんです。でもこれをこう糧にというか、私も乗り越えなきゃいけないと思ったので、その面接で、いや実はさっきこういうことがありまして話したんですよ。でも私はこうして笑顔で面接を受けていますみたいな感じで、どんなことがあっても私は平常心でいられますっていうことをアピールしようとしたら、その面接官の人がへーってドン引きしてて、そこ落ちました。そうですね、紙一重ですね。はい、本当にごめんなさい、僕でもちょっと落としてしまうかもしれません。すみません、ごめんなさい。乗り越えようとしてるのに、いやもう本当大変でね、それをなんとかっていう気持ちも分かるんですけど、やっぱりね、面接官の方からすると、もうごめんなさい、面接官の方にお話聞いたら一本階段できちゃうんじゃないかっていうような、ね、感じになりますからね。いやまあでも本当素晴らしい話でした。ありがとうございました。ありがとうございました。もうね、たくさん活動されておりまして、いろいろね YouTube チャンネル、そしてね、はい、お本だったりオーディオブックと小説です、はい、皆さんねチェックしていただきたいと思います、はい、でちょっとね最近お聞きしてるんですが、はい、またねその素晴らしい方をねご紹介していただきたいって面も含めて、こんな質問、うん、山口彩子さんが嫉妬する怪談師、誰かいたらね教えてほしいなと思うんですけど。これはですね、もうもちろん皆さんなんです。もちろんもちろん、はい、それぞれに、ね、素晴らしいポイントがあると思うんですが、うん、嫉妬する方は三木大雲さん。はあ、いや面白い。いやもちろん三木さんもすごいですよ、うん、ね、怪談和尚として怪談の中に皆さんが生きていく上での大切な教えも入っている、うん、聞き終わった後怖いだけではなくって、うん、よし頑張ろうとか、こういうことを大事に生きていこうっていう、そこまで行く階段って、もう本当三木さんオンリーワンじゃないですか。オンリーワン、本当にオンリーワンだし、もうなんか嫉妬するっていうのもちょっとなんか申し訳ないぐらい、もうなんて言うんですかね、なんかもう なんて言うんだろう、サラブレッドじゃなくてなんかもう特別ですよね。サラブレッド、サラブレッドじゃないか、ごめんなさい、レジェンド的なレジェンド、よくわかりましたね。カリスマ、カリスマ、もうカリスマ性がすごくあるなっていうふうに感じますし、実はあとお二人ぐらい名前を挙げさせてもらってもいいですか。はい、白谷渉さんと村上雄さん。白谷渉る私のまあ元師匠なんですけれども、やっぱり最初は塩谷さんの怪談を聞いて、もう今までちょっと聞いたことのない怪談ライブだったので、はい、まあ、そこに感銘を受けたわけなので、ああなんか近づきたいなっていう気持ちがあって、うん、まあ、弟子入りしたっていうのがあるんですよね、うん、で村上ロックさんもさっきおっしゃったみたいに、プライベートでもかなり面白い。白谷渉さんもプライベートかなりポンコツな部分ありますけども、まあでもまあポンコツというか可愛らしい方ですけど、ロックさんもそうですよね。ロックさんもまあ個性的な、すごいこうなんていうのかな、もう本当にずっと怪談ライブじゃない時間も、もう結構私ずっと笑いが止まらない感じ。わかります、めちゃくちゃ面白い。ロックさん怪談すごいじゃないですか。一回ねロックさんのチャンネルかな、スリラーナイトチャンネル出させていただいたんですけど、はい、ロックさんと牛崎千佳さんが MC で僕がゲストっていう回があったんですけど、はい、あの二人に MC やらせてダメですねマジで運動会の MC かと思いましたもん。さあ始まりました今回のみたいな感じでガッチガッチになっちゃって、面白いですからね。でどんな話してても、もう全然受け止めてくれなくって、機械的に次の質問ただ投げてくるっていう、 もう AI みたいな、なんかやばい、めちゃくちゃ面白かったですね。だから
ちょっと言っていいのか分かんないですけど、ロックさんに関してはそんなこと起こるかっていうことがなんか起きてて、はい、なんか自転車こいでたらトンビにこうさらわれそうになったトンビの方もいけるこいつなって思った、ロックさん小柄というかねそうです、はい、そんなことあるかって思とか部屋にね住んでたらいきなり上からビーっていう音が聞こえてきて、上の入居者がお鳴らしてるのが毎日のように聞こえてくるんだとかそんなことあるかってことがビーっていうお鳴らが聞こえてくるんですかそれがロックさんの周りではなんか結構怒ってる、あ、やっぱ神様が降りてくるのは持ってる人なんですねやっぱりそこは嫉妬しますね。そうですね、やっぱりエピソードトークなんかめちゃめちゃ欲しいけどもなかなか起きてくれないですけど、ね、そうですよね、あの人にはやっぱ起きるわけですよねそうですね、いやでも確かにね、もう三木大雲さん、塩谷保さん、村上ロックさんっていうのはもうね、はい、もう素晴らしい、もう本当に一流の方たちですから、うん、なんかもう嫉妬という、ね、言い方がちょっとさっきねおこがましいって話ありましたけど、まさにそうで、やっぱりこう本当にこうそれぞれ極めた方たちって感じですよね。そうですね、うん、それぞれにすごい、あ、素晴らしいなって思うところがあると。いやでも山口さんもね本当にもう素晴らしいお話ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。またぜひね、はい、今ちょっと子育ての方も大変かもしれませんけど、またちょっと落ち着いたら来てください、はい、で YouTube チャンネルね、はい、また再開したら、はいはい、今もねもちろんありますけども、はい、またぜひ僕も呼んでください。あ、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。 その際はTwitter などで告知させていただきますので、チェックしていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。というわけでゲスト、怪談マルチアーティスト山口綾子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。